日本語版、ウィキニュースのロゴマークウィキニュースは、インターネット上のフリーコンテントなニュースソースで、ウィキメディア財団が運営するプロジェクトの一つ。誰もが投稿することができ、幅広い話題を受け入れている。その目的は、ウィキニュースのメインページが述べるところによれば、市民ジャーナリストが他に依存せず現在起こっている、様々なことについて、ニュースを伝えることができる多様性を持った環境を、 作り出すことにあるウィキニュースの構想は2003年に1月になされた2行からなる匿名の提案に遡る。ウィキペディアの関連ウェブサイトであるメタウィキメディアでウィキズという名のニュースサイトが提案された。この提案はウィキペディアの姉妹プロジェクトとして変更のないかつ詳細な様々な主題のニュースを扱うウェブサイトの開設を示唆した。2004年に入ると こうしたニュースを扱うプロジェクトが、いつ、どのように開始しうるかを論じる機運が高まった。初期の構想に対して、ウィキペディアに古くから参加していた利用者から反対があり、ウィキペディアはすでにニュースの要約ページである、最近の出来事を持っていることが、多数の反対者から指摘された。しかし逆にこの指摘が、ウィキメディア財団の運営する新しいプロジェクトとして、いかに、 ニュースサイトが実現されウるかに関する詳細な議論といくつかの提案につながった。ウィキメディアプロジェクト参加者によるプロジェクト開始の是非を問う投票の後2004年11月にデモンストレーションのためのサイトが開設され、どのように共同作業によるニュースサイトが機能しウるかを示そうとした。この時の投稿は主に英語でなされた。翌月12月にはウェブサイトは デモ段階からベータ版へと移行し、またこの時英語版とドイツ語版が開設された。その後、オランダ語、フランス語、スペイン語、スウェーデン語、ブルガリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ウクライナ語、セルビア語、日本語、ロシア語、ヘブライ語の各プロジェクトが開設された。英語版の標準名前空間でのページ数は2005年3月13日に千ページに、 達したまた2005年7月20日以降、英語版は Google ニュースのインデックスの対象サイトとなっている。日本語版は2005年7月14日に開設された。ウィキニュースのほとんどの言語版は開設以来パブリックドメインで提供されていたが、法律上の諸問題からライセンスを決める必要が指摘されていた。参加者による投票を参考にして、 2005年9月24日からクリエイティブコモンズ表示2.5が採用された。ウィキニュースは文字による記事を配信しているが、英語版ウィキニュースでは音声やビデオでのニュース配信が模索されている。オーディオ版はウェブサイトに投稿された記事を朗読し、オフボービスフォーマットで録音したものを配信するプロジェクトである。放送版はビデオ配信のプロジェクトであり、現在は 提案段階にとどまっている。ありがとうございます。